畳一間の鳥かごで、まずい飯食ってふんをして、小窓から見える景色も飛べやしない、限られた数の相手の中で一生をかけての大激闘、蓋を開けりゃ脇役争い、人生ってこんなもんかな。週末おしゃれなリュックに愚痴で固めたさ